どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルポイント2倍、宿泊実績2倍の Q1 グローバルプロモーションの優勝の予約とポイントの予約を組み合わせてですね、予約してみたということで、今回の動画ですね、こちらについてですね、解説していきたいなというふうに思っております。ということで、前回の動画にてこのプロモーションはですね、優勝の予約プラスポイントの予約を組み合わせた場合であっても利用可能ということでデスク回答をねいただいておりますので、実際にね予約させていただいたわけなんですけども、ちょっとですねこちら注意していただきたいところはですね、また出てきましたので、こちらについてですねまとめていきたいなというふうに思っております。このプロモーションはですね、かなりねお得なプロモーションなわけなんですけども、注意事項もですね今まで動画ね解説してきたわけなんですけども、本当にね分かりづらいので、ぜひね最後までご覧いただいてですね、利用してみていただきたいなというふうに思っております。でですね、今までのマリオットボンボイホテルデスクのですね回答としましてはですね、優勝のみの予約の場合は予約番号が分かれていても連泊になっていればですね、このプロモーションは対象っていう形になっておりますんで、こちらに関してはですね一切変更はないっていった形になっておりまして、この後ねちょっと詳しく話すわけなんですけども、客室タイプが分かれていた場合であってもですね、優勝の予約で連泊でね予約していればですね、予約番号は一つじゃなくてもですね、今回のプロモーションに関しては対象といった形になるわけなんですけども、ポイントの宿泊と優勝の宿泊をですね組み合わせる場合ですね、今までのデスク回答ではですね、予約番号一つである必要があるというふうになっておりまして、別々に取った場合はですねデスクに連絡をしてくださいということで回答をいただいておりましてですね、デスクの方にですね連絡するとですね、予約番号一つにしてもらえるということで、このプロモーションね対象になるというね認識だったわけなんですけども、先日ですね実際に私はポイントの予約とですね優勝の予約を取ってですね、デスクの方に連絡をいたしました。そうしたらですね、なんとできませんっていう回答だったんですよね。いや本当にねえってなりますよね。前回ね私がデスクで確認した時はですね、特に条件があるみたいなね話は一切聞いておりませんでしたので、ポイントの予約と優勝の予約をね取っていただいて、その後ですねデスクの方に連絡してくださいということで、そういう回答ですね、予約番号一つにしていただいてこのプロモーションに対象にしていただくっていった形になってたわけなんですけども、実際に取ってですねデスクに聞いたところですね、こちらはポイント宿泊と優勝の宿泊をですね後から組み合わせる場合ですね、同一の客室でないと予約番号をですね一つにすることができませんっていう回答になってたわけなんですよね。前回の回答ではできるって言ったね回答だったわけなんですけども、実際にやってみたらですねこちらできないわけなんですよね。でですね、同室っていうのはどういうことかっていう話なんですけども、こちらねちょっと見ていただきたいんですけども、こちらね私が実際に予約をさせていただいた伊豆マリオットホテル修善寺のね、予約画面なんですけども、ちょっと実際にね私が泊まる日付ではないんですけども、ポイントで宿泊するとですねこんな感じに出まして、スーペリアツイン客室2スラッシュシングルマウンテンビュー2万7000ポイントっていうのね出てると思うんですけども、こちらがですねポイント宿泊の予約画面という風になっておりまして、こちらのねプランがこのポイントでね予約できるっていった形になっているわけなんですけども、これに組み合わせることができる優勝の予約っていうのはですね、こちらの優勝の予約っていった感じになるわけなんですよね。こちらもですねスーペリアツイン客室2ツインシングルマウンテンビューって書いてあると思うんですけども、こちらはですね本当に同じタイプの客室ですよね。こういった感じでですね、ポイント宿泊の客室の種類と優勝の宿泊の客室の種類、こちらが同じじゃないとですね後から優勝の予約をですね一緒にするっていうことがですねできないんですよね。これですね本当に実際に予約するまでですね分からなかったわけなんですけども、本当にこういった予約でないとですね後から予約番号を一つにするっていうことがですねできないんですよね。デスクのね前回の回答ではですね特にねそういう話なかったわけなんですけども、こういったね感じになるわけなんですよね。
だから一つ目としてはですね、こちらね本当に気をつけていただきたいんですよね。まあ、もちろんですね、有償の予約とポイントの予約をですね組み合わせる場合にはなるわけなんですけども、まあこういった形でですね予約しないといけないっていった感じになるんですよね。でですね、こちらでまだね話は終わらないんですよね。この同室のね客室タイプでないと予約をね合わせることができないっていう話をいただいてですね、改めてポイントの予約とですね同じ客室の予約をまた取ってですね、こちらデスクの方に電話させていただいたんですよね。まあこれでですね客室タイプも同じということで予約番号ですね一つにすることができて、プロモーションね対象になるっていうね話だと思っていてですね、またねデスクの方に電話したわけなんですけども、そしたらですねまたできませんっていう回答だったんですよね。いやいやいや、ちょっと待ってくれとちょっと待ってくれと、前回ね電話した時に同じ客室の予約を持っていれば、有償の予約とポイントの予約を持って連絡すれば、まあ、予約番号をね一つにすることができて、まあ、このプロモーションですね対象になるという話だったんですけども、有償の予約とポイントの予約を同一の客室で予約した場合でもですね予約番号を一つにすることができないっていう感じになったんですよね。いやこれね本当にどういうことって思いますよね。これ詳しくですね聞いてみたところですね、こちらはマリオットのシステム的なね話になるわけなんですけども、まあ、今回ですね私は有償の予約とポイントの予約を別々に持っていて、まあ、それを一つのね予約番号にしてもらうっていうね作業をこのデスクの方にねお願いしているわけなんですけども、まあ、デスクの回答としてはですね、まあ、それができるっていう話だったじゃないですか。なんですけども、実際にこの電話をしてデスクの方が行う作業っていうのは予約番号を同じにしてもらうっていう作業ではなくてですね、既存のポイント予約に有償の予約をですね追加するっていう作業になるそうなんですよね。ですので2つのですね既存予約を保有している状態で予約番号を同じにするっていうのはですねできないっていった感じになるんですよね。いやね本当にこれね最初からね教えてほしかったですよね。本当にできるできないがですね錯綜していてですね、実際にこのプロモーションね来週から始まるわけなんですけども、一波乱ありそうな気がしてねならないなというふうに思っているわけなんですけども、でですねどうすればいいのかっていう話なんですけども、ポイントの予約をね持たれておりますよね。それと同じ同室の有償のプランですね、こちらが空いている状態でマリオットのデスクにですね連絡してもらうっていった形になるんですよね。ちょっとね分かりづらいかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、システム的にですね予約番号を一つにする作業ではなくてですね、ポイントの予約に有償の予約をですね取り直してつけるみたいな形になりますんで、この点はですね本当にね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。今現在ですねポイントの宿泊を保有されている方でポイントの宿泊にですね有償の宿泊をつけたい場合はですね、このように探してですねデスクの方に連絡していただく必要があるっていった形になるわけなんですよね。でですね、今回のデスク回答を得てですね、今後のこのプロモーションに、ね、対象にする予約方法についてなんですけども、有償の予約とポイントの予約ですね、こちらを併用する場合はですね、前回ね解説した通りなんですけども、まずねポイントで検索していただいて支払いをカスタマイズするをクリックしていただいてですね、ポイントと有償を組み合わせてね予約していただければなっていうふうに思っております。これがね一番シンプルかつ失敗しないね予約方法だなっていうふうに思います。これで予約するとですね客室も分かれませんし、予約番号もね同一になるっていった形になりますんで、プロモーションもね対象っていうふうになりますし、本当にね一番楽な予約方法はこれだなっていうふうに思っております。まあ実際のね予約方法についてはですね前々回ぐらいのね動画にはなってしまうと思うんですけども、詳しくですね予約方法を解説しておりますので、そちらねご覧いただければなというふうに思います。それでは次にですね、
今現在ポイントの予約を保有していて、優勝の予約を追加で入れたい場合ですね、こちらは先ほどの説明した通りで同室タイプの客室を探していただいてですね、空室があればデスクの方に連絡していただいて追加していただくっていった形になります。まあこれでね、同室のタイプのね、客室の空きがあればですね、すんなりね予約できるかなというふうに思います。それでは次にですね、ポイント予約を保有していて優勝の予約をね追加したいけども同室プランの客室がない場合ですね、こちらに関してはですね、結構大変っていった形になるわけなんですけども、同室プランの空室がないということで予約もね追加できないですよね。今回ね、私が陥った状況っていうのはまさにねこの状態っていう風になっておりまして、ポイントの宿泊はね持っているわけなんですけども、そのね後に追加したい日がですね、同室のプランに空きがなくてですね、最初予約することができなかったわけなんですけども、でですね、この時に私がどうしたかっていう話なんですけども、ホテルの方にですね空室を確認したんですよね。でこのポイント宿泊のですね客室名、先ほどのスーペリアツインっていう客室があったと思うんですけども、そちらの客室がですね空きありませんかっていうねことをホテルの方にね直接電話して聞いてみたところ、満室っていう回答だったんですよね。でですね、今回のこのプロモーションで同室でないと予約番号をね合わせることができない、まあポイントの、ね、まあ実際はマリオットのシステム的にポイント宿泊に優勝の宿泊をですね追加してもらう作業にはなるわけなんですけども、まあその作業はねできないっていう話をですねホテルの方にですね話してみたんですよね。そしたらですね、このプランはですね満室にはなっているわけなんですけども、ホテル側でですねこのプランね出すことが可能ですっていう回答だったんですよね。でですね、ホテル側の方からまあそういった話をいただきましてですね、同じ客室の空室がね表示されてですね、この表示がされた状態でデスクに連絡してですね押さえたっていった形になるわけなんですよね。今ねポイントを保有されている方で優勝の宿泊をね追加したいけども、同一のね客室に空きがない場合ですね、ちょっとねホテルの方にね聞いてみるのもいいのではないのかなというふうに思います。もちろんね 100% 保証はねできないわけなんですけども、ポイント宿泊の予約を持っている状態で優勝の予約をね追加するっていうのはもうこの方法しかないかなというふうに思いますので、ぜひねホテルの方に確認していただいてですねやってみていただきたいなというふうに思っております。このプロモーションね本当にお得でねすごいキャンペーンではあるわけなんですけども、本当にね注意して利用してみていただきたいなというふうに思います。またね追加情報とか変更とかですねありましたら、またね発信していきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。